人類に残された領土の3分の1にあたる。この領土を失った人類は残された2枚の壁の中で悟った。もう生きてはいけないのだと。巨人に勝てないのだから。ではウォールマリアを奪還したなら人類は何を叫ぶだろう。進め！ウォールマリアさえ奪還すれば。ここで体力を使うべきじゃない。ああ分かってる。休んどけよエレン。バック、名前で呼ぶな。そうだった、すまん。左に巨人全体停止。大丈夫、ぐっすり寝てる。ほっといてやろう。こんな距離まで近づかないと気づかないなんて。震えが、何がそんなに怖いんだ。こんな調子でウォールマリア奪還に失敗したらどうなる。俺じゃダメなのか。どうやって人類を救うって言うんだよ。エレン、どうしたの震えて。はあ、怖くねえし、寒いんだよ。ゲー寒い。僕なんかずっと震えが止まんないんだけど。エレンって巨人が怖いと思ったことある？なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら力が湧いてくるんだ。俺たちは海を見ているよ。この辺り見覚えがある。街道跡がある。僕たち帰ってきたんだ、僕たちの故郷に。総員立体軌道に移る。ここに総員100名の。止まるな。そこも目指せ。了解。これは焚き火の跡。いる、近くにベルトルトとライナーが。俺の家はあの辺りだ。全てを置いてきた。取り返してやる。俺たちならできる。生まれた時からみんな特別で自由だからだ。立体起動装置は無事だ。やっぱりマントは持っていかれちまった。ありがとう。穴は成功です。では内門に向かう。しっかり顔を隠せ。本当に塞がったのか。こうもあっさり。あなたがやった、自分の力を信じて。ライナーやベルトルト、ウォールマリア奪還作戦は完了しない。分かっています。ここに来て一匹も巨人が見当たらん。やはり何者かが野営していた模様です。地面に陶具が散乱していました。黒い液体を注いだ跡があるカップが3つ。鉄製のポットが冷め切っていたのか。はい、それはおかしい。我々は馬と立体軌道を駆使して音や目視で気づいたのだ。早くて2分前が限度だ。それ以上前に我々の接近を知り、アルレルト、必要な数の兵を動かし、内門周辺に敵が潜んでいないか探り出してくれ。内門周辺の建物を調べてください。音響団で知らせよ。エレンたちが内門を塞ぎに来る。気がどこにいるかもわからないのに、こんなに探してもまだ見つからないなんて。敵はいつもありえない方法で。僕らがいつも不利なのは僕らが巨人を知らないからだ。いつも。アルレルト見つけたのか。全員で壁を調べてください。壁はもう調べたと言ったろ。壁の中です。壁の中。はい。なぜそれがわかる。勘です。今がどういう時だか分かってるのか。いつだってありえない巨人の力を使って誰でも思いつく常識の反撃を上回ることはできないのです。指揮系統を遵守せ。我々は勝利するためにここに来たのだ。捜索開始。ここに空洞があるぞ。ライナー、周囲を見渡せ。他の敵を捕捉し。せろ。ゾウマを狙い包囲する。我々の退路を断ち。
我々は互いに望んでいる。決着をつけようと。人類と巨人ども、どちらが死ぬか。エルヴィン、鎧の巨人との衝突を回避しろ。団長は何を。敵の動きを見ているんだ。手の込んだ催しで歓迎してくれるようじゃないか。あの四足歩行型、あの四足歩行型の巨人を。あの巨人、荷物を。奴がまず狙うのは馬。リヴァイ君、鎧の巨人を仕留めろ。何としてでも目的を果たせ。この一戦に人類存続の全てがかかっている。心臓を捧げよう。ほら、待て、リヴァイ、アルミン、お前にしか託せない。さっき鎧のガキ一匹殺せなかった失態、そいつの首で埋め合わせるとしよう。リヴァイ兵長がどれだけ強かろう、俺たちの戦士長には到底かなわない。エレン、一体何のつもりだ。なぜわざわざ壁に囲まれた志願しなくの中で巨人化する。奴らの狙いを、俺の目標を馬からエレンに移すことか。考える時間もくれねえってわけですか。よし、食いついた。まぐれかもしれねえけど、お前には一度勝ってんだ。一対一なら俺は勝てる。ここは俺の故郷があった場所だ。ハンジさん、エレンが絶好の機会を作ると信じて待つんだ。くそ、今だ。雷槍で攻撃できるチャンス、決めるしかない。効果ありだ。なしの鎧が剥がれかけている。もう一度雷槍を打ち込んでとどめを刺せ。ライナ、こうなる覚悟は済ませたはずだろう。やるぞ。だから兄ちゃんならきっと大丈夫だよ。ましてや容量のいい兄ちゃんのことだ。キックの練習とかしてんだよ。目標は一つだろ。この呪われた歴史に終止符を打つ。ベルトルト、散々言ってきたことだが、俺とはこれから離れた位置につく。俺の指示ばっか仰ぐんじゃなくてな、本当は誰よりも高い能力を持っているはずなのに、肝心なところは人任せだ。ここで勝って終わらせてやる。その調子で愛しの兄の元まで踏ん張ろうぜ。だからそんなんじゃ。そしてクリスタだ。絶対に救い出してやるぞ。じゃあな。任せろ。やったぞ。吹っ飛ばした。鎧の巨人を仕留めたぞ。言ったな。泣くな。俺たちが殺したんだぞ。交渉できる余地なんてなかった。巨人化できる人間を捕まえて拘束できるような力もない。仕方なかったんだ。まさか来た。超大型が降ってきます。ここを丸ごと吹き飛びます。全員鎧の巨人から離れろ。この距離じゃもうあれは避けられない。ライナー、君がここまで追い詰められるなんてな。少しだけ体を動かしてくれ。終わらせてくる。ベル
全員死んでくれるか。もう全ては決まったことだ。誰がそんなことを決めた。僕だ。なんだって。僕が決めた。それは残念だよ。兄の悲鳴は聞きたくないっていうのに。非道な憲兵から解放させられるのは君しかいないんだよ。家畜の餌にすればいい。捕まえているのなら。また僕が取り乱すと思ったか。下がれエレン。前の手うまくじゃねえぞ。くそ。ただの時間稼ぎだろう。そうやって震えているうちは何もできやしないって。なんで話に乗ったの。確認したかった。また泣き言を繰り出し許しを請うんじゃないかってね。もう大丈夫みたいだ。ちゃんと殺そうと思ってる。僕たちが悪魔の末裔だから。誰も悪くないし悪魔なんかじゃないよ。もうダメなんだ。行かぞ。アルミ追わないで。またあの爆風に巻き込まれる。というかあれが本当にベルトルトなの。仰向けになってる。これじゃとどめか。恐怖もあまり感じていないし誰も悪くない。だって世界はこんなにも残酷じゃないか。飛び上がったぞ。まさか。早いんだ。お前ら生きてるか。わかんねえよ。ミカサアルミ。まさか生き残ったのは俺たちだけか。ベルトルトはここで倒さなくちゃいけないの。さあどうする。全ての作戦通りか。とにかく俺も早くそっちに。ボール一個分高かったか。目指すはパーフェクトゲームだ。勝利物陰に伏せろ。くそ。お前ら巨人から投石だ。リヴァイ兵長急げ。射線の死角を移動しろ。おい立て。死にてえか団長。状況は最悪だ。あの投石が続けばここもすぐ更地になり、壁の向こう側には逃げられそうにないのか。ここを退いてもその先に勝利はないだろう。獣は兵士が前方の一箇所に集まるように小型の巨人を相手にしていた。先ほどの投石で全滅したようだ。内門側の残存兵力はリヴァイ兵士長、そして私だ。エルヴィン、何か策はあるか。反撃の手数が何も残されてねえって言うんなら、あそこで伸びてるエレンを起こしてこい。そのエレンにお前と何人かを乗せて逃げろ。おい馬が逃げたぞ。うるせえ。もう意味ねえだろ。いくら馬を守ったってな。それに乗って帰るやつは誰もいねえって。いくつじゃ分かっていたさ。でもまさかそうやって死んでいくことがそんなに何の意味もないことだなんて思いもしなかったんだ。なんで自分だけは違うって思っちまったんだろう。リヴァイ、お前はどうするつもりだ。奴を引きつけて。無理だ。お前とエレンが生きて帰ればまだ望みはある。大敗北だ。俺はもう誰も生きて帰れないとすら思っている。反撃の手立てが何もなければな。あるのか。ここにいる神父、私の命を捧げれば。玉砕覚悟で正気にかける戦法もやむなしなのだ。あの若者たちに死んでくれ。手のいい方便を並べなくてはならない。誰も続く者はいないだろう。知ることもなくな。は？このまま地下室に行きたい。俺が今までやってこれた。いつかこんな日が来ると思ってたからだ。死んだ方がマシだと思った。そして今、手を伸ばせば届くところに答えがある。全ては俺の頭の中。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。神兵たちを地獄に導け。
俺が仕留める。突撃特攻か。今だ。総員整列。総員による騎馬突撃を獣の巨人に仕掛ける。我々がおとりになる間に獣の巨人を撃ち取る。俺だけ立体軌道で獣に接近しろと。利用できるような木も家もねえ。ちょうどいい高さの立体物が。獣の巨人を奇襲しよう。すまない。俺たちは今から死ぬんですか。そうだ。最後に戦って死ねということですか。そうだ。全くもって無意味だ。幸福な人生を送ることができたとし、岩で体を砕かれても同じだ。死んだ仲間もそうなの。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。次の聖者に意味を託す。兵士を怒れ。兵士を叫ぶ。兵士を戦え。おい、志願しなくを火の海にするつもりだ。アルミ、火がもう。早せんと。ちゃん、どうすればいい。アルミ、俺は状況は読めるが、破壊できるような策は何も浮かばねえ。最終的にはお前に頼るからな。叫べ、エレン。おい、どうすんだ。ちゃん、このままじゃ。分かってるよ。けどよ、どうやってあいつを倒せばいいんだ。奴の弱点を炙り出してやる。みんなで注意を引いて、コニー、雷槍を。今だ、死ね。押してる。行け。動かない。攻撃を仕掛けるぞ。俺とコニーとサシャで気を引く。に味方が撃ち込む。了解。クオのバーカ変態大魔王。みんなコニー、息吸ったら喉が焼けたぞ。何か反撃の糸口は。どうしろってんだよ。超大型巨人が少し細くなってる。みんなでライナーを引きつけてくれ。僕とエレンで倒す。ライナーは私たちに任せて。おせえよバカ。本当にもうダメかと思ったぞ。この作戦がうまくいけば海を見にはいけないな。エレン起きろ。海を見に行くよ。作戦は以上だ。僕たちの勝ちだ。この筋がない。ミカサ、そんなボロボロになったエレンを起こして何ができるのか。まさか。悪いけど僕は海を見るまでは死ねない。だから大事には至らないあたりで切り上げるけど。違うぞ。僕がエレンに嘘ついたことあった。僕の作戦守ってくれよ。終わりにしよう。アルミ、よく戦ったよ。エレン、アルミ、ライナー、両側からライナーの。サザ、ジャン。口は開いてない。それでもやるしかない。アルミを吹き飛ばせない。やっぱり服に刺さなければアンカーは抜けない。ようやくできる抵抗は炙られ続けることなのか。これ以上はもう。いや、まだだ。もっと時間を稼ぐんだ。エレンならまだあそこでくたびれたままだぞ。
まだ話すな。エレンなら海を見てくれる。行くぞ、無茶だ。今だ、行かせろ。出て。終わった。硬質か。取った。陽動作戦。アルミンの抵抗も硬質化した巨人のカカシを作るための。団長が進め。歴史の過ちを学んでいないとは、どうせ誇り高き死がどうとか言い出すと。ふざけやがって。みんなを誇り高き肉片にしてあげようぜ。くれ、これが死か。ヒッチは今頃何を。あいつはまだ寝てるか。ああ、いいな。シャーわかるか、投げ方を変えたんだよ。何の意味があるってんだよ。ああ、かわいそうに。こいつがリヴァイか。イナジオ、目をやられたのか。もしも、もっと楽しんでくれよ。おい、どこに行く。止まれ。あいつを殺せ。俺はあいつに誓ったんだ。必ずお前を殺すと誓った。生きてるのか。おい、生き残ったやつはいないのか。クソ、分かってたはずなのに。お前が誰よりも勇敢なことぐらい。巨人、くそ、それ以上近づいてみろ。奪われるくらいなら殺すからよ。エレン・イエガーか。全然親父と似てないな。信じてほしい、あの父親の被害者、父親に洗脳されている。父さん。エレン、いつかお前を救い出してやるからな。足と刃すべてよこせ。急げ。ライナー、この左胸に入ってた鉄のケースは何だ。ユミルの手紙、クリスタに。さて、聞きたいことは山ほどあるんだけど。待ってください。ジャン、ミカサ、すぐにエレンたちの状況を見てきてくれ。了解です。アルミンが息を吹き返した。兵長、中将、早くアルミンを巨人にしてベルトルトを食わせるんですよ。ハチさん、まずい。エルヴィン団長が重傷です。兵長、この注射はエルヴィンに撃つ。アルミンに使うって。人類を救える方を生かす。お前ら、自分で何をやっているのか分かっているのか。エルヴィンを見殺しにしろと言ってるんだぞ。邪魔をするな。力ずくで奪える。お前らも分かってるはずだ。人類は巨人に勝てないと。アルミンがいなくたって。エレン、
トロスト区を岩で塞いで守ることができた。兄の正体を見抜いベルトルトを倒すことができたのもアルミンの力だ。人類を救うのは俺でも団長でもないアルミンだ。そうだろミカさん、渡してください。エルヴィン団長だ。黙ってて。お前らばっかりが辛いと思うなよな。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。だから邪魔するなよ。よせ。ミカさん、エルヴィンがまだ必要なんだ。アルミンになってできる。まだエルヴィンの経験と統率力が。私にも生き返らせたい人がいる。辛い辛いよ。前に進まなきゃいけない。兵長、海ってますか。アルミンが。おい、もうやめろよ。いつかに見に行こうって俺はとっくに忘れてて、巨人を殺すこととアルミンは戦うだけじゃない、夢を見ている。全員ここから離れろ。ベルトルトをエルミンに食わせる。行こうミカさん。クソ、まだな。だからまずは海を見に行こうよ。まったく、どいつもこいつもにわめき散らしやがって。みんな何かの奴隷だった。海だ。エルヴィン、みんな助けて。アギ、どうしてですか。それを望んだのは俺たちだ。休ませてやらねえと。死んだよ。そうか。痛い、痛いよ。サシャ、ひどい怪我だ。アルミン、エルン。よく戻ってきた。起きたか。兵長、どうなってるんですか。エレン、ありのままを話せ。巨人になってベルトルトを食った。どうして僕なんですか。団長を生き返らせるべきじゃないですか。どうして僕に撃ったんですか。ありのまま話せと言ったろうが、お前の仲良し二人はそうは思わなかったようだぞ。最終的にお前を選んだのは俺だ。君にはエルヴィンの命と巨人の力が託された。君はもうそういう存在なんだ、アルミン。エルヴィン団長の代わりをですか。お前じゃエルヴィンの代わりにはなれねえ。俺は後悔するつもりはない。こいつらを後悔させるな。他の誰も、お前自身も後悔させるな。それがお前の使命だ。うるさい。サシャにはかなわないな。アルミンも問題ないならそろそろ行こうか。エレンとミカサで調査に向かう。志願しなく壁上で四方から見張ってくれ。エレン、鍵はなくしてないかい。ここに。この家かい。ねえ父さん、なったら地下室見せてくれる。お前が一番大事なものに気づいた時かな。幸い火はこっちには来てなかったようだね。
ここです。よかった。水は溜まってないみたいだ。この扉の鍵じゃない。俺が開ける。え、ちょっと。研究室みたいだね。父は医者だったので。何も怪しいものはありません。私にはそう主張しているように見える。おい、突っ立ってんじゃねえぞ、ガキども。はい。エレン、ここに鍵穴がある。開いた。から？よく見ろ、二重底だ。これらしい。親父は俺に何を見せたかったんでしょうか。これは肖像画。人が書いたものとは思えないほどの精巧さだ。おじさんの字。これは絵ではない、写真という。人類が優雅に暮らす壁の外から来た。滅んでなどいない。この本を最初に手にする者が同胞であることを願う。英雄の凱旋となるならもうじき。オルマリア奪還成功です。